報ですプロテニスプレーヤーの伊達公子選手が自身のブログで引退を発表しました現在46歳の伊達選手は自身の公式ブログに決断と題してそう遠くない日と言っていた日がとうとう訪れました伊達公子再チャレンジにピリオドを打つ決断をいたしましたと9月に行われるジャパン女子オープンを最後に引退することを明らかにしました。 伊達さんは高校3年の時にインターハイで3冠を達成し卒業後プロに転向しました96年に一度引退しましたが2008年より新たなる挑戦を開始し現役に復帰していました